いけるかこれ。PP なの？PP だよね。よくないだってこの。PP だよね。今日俺その帽子でやんの？あ、インポスター滝藤宮。神棒、神棒です。はい、棒。ありがとうございます。あ、これトータさんが押してんのか。押してました。多分レースしてたから。あ、なんかカウボーイじゃねえんだ。確かに帽子多い。ね。あとクドさん。バグリフ。さあやりますかね。コミュ中にエレキに行きました。でさ、はい。うん。どっちからエレキ？シャワーからエレキ。シャワーメインエレキ。はいはい。うん。メインホールでナナ、タケ、プテが合流したタイミングがあって、でそのままナナコさんがメインエンジン、コミサボまで、オニキが弁当の部屋、メインの弁当の部屋行って、プテが引き返して多分エレキに向かったっていう状況だと思う。で、なので俺視点でコミサボに到達している人7個、あと誰だっけ、俺最後に到達して、工藤さん、到達さん、あと中野くんも、あ、いや僕は展望に行ってるんですけど、工藤丸さんと、武器庫キッチンぐらいまで一緒にいました。もう一人いなかったっけ、金太郎くん、僕は多分直します。あ、オッケーオッケー、OK OK、この4人はもう白、俺視点でもう無理だと、うんうん、あの視点で原産に白出せます。そうですね、ネロちゃんパスワードの1です。ミーティング。誰ってもらってんですか。誰ですか。ナナコさん。今ね、ゲン、ネロ、ナナ、クド、モモ、タロちゃんまで厳しそうって感じ。あと中野くん、オニキ、オラフくん、ミヤちゃんの話。まあ僕はクド丸さんどうすか。いや、まあエリッキー石油ら辺だとすると死体がもう、まあ、できちゃうんじゃないと思いますけど。アルマさん。はい。ごめんなさい、キチンコは分かんないんで僕は。で藤宮はアーカイブで七子さんとは言って、本タスクした後にラウンジからアーカイブに行くプテハシとすれ違って、貨物の方でオニキとすれ違って、以降は貨物で金庫やってるんで、まあ、一応浮いちゃってます。ちょっと次キッチンに湧いた人、キッチン席のドア見てほしいです。もしかしたら閉まってると思うんで、キッチン展望のドア僕が開けてるから右側も閉まってると思うから、閉まってたら多分白出ると思うんで、黒丸さんから。あ、これ閉まった、閉まってたら、そうっすね、多分閉まってると思うんだよ、誰も開けてなければ。それ見たいっすね。貨物の下も閉まってるはずです。貨物下というか貨物かな。オラ、オラ服の、まあ、僕メイン脇シャワーで到達さんとすれ違って、うん、その後にプゼさんがアーカイブからシャワーに下ってきて、僕はシャワーの、タオルを拾って、最後、タスクして終わりで、うん、タオルタスク、あ、タオルタスク終わったところで終わり。まあ、オラ、タッケ、ミヤ、アルマ、あれ、アルマ弾けない、入ってるけど、キッチン席のドアが閉まってれば白。ああ、なるほど。あと、まあ、ちょっと見たいな。行った中で言うと、俺が一番まだ可能性あるから、最後に行ってるから。これまずいね。ちょっと藤宮も表現者になって。
え？おお。慎太郎さんキッチン脇です。で私速攻石油行ったんですけど、慎太郎さんなんか最初石油行こうとして U ターンしてキッチンに滞在されたと思います。エンジン脇で武器庫キッチン、展望キッチン石油下で、最後アルマを確認して終わりですが、慎太郎は見てないです。あ、はい、まあ、僕が武器庫タスクやってる時に抜けてる可能性は一応ありますが。そのキッチンのドアどうでした？誰か見てる？原作見たんじゃないですかその感じ。ああ、エンジン脇だから。ね、多分閉まってたと思います。あ、じゃあアルマさん絶対無理、初できる。私がドア開けようとしたら慎太郎さん U ターンされたから。あ、じゃあ慎様ドアを見て戻ってったんじゃないですか。はいはいはい、はい。開いてるかを確認して。うん。一応貨物バイタル感も閉まってはいた。うん。アーカイブはラウンジ側しか開いてなかったっす。速攻閉まりました。ターン始まって。アーカイブラウンジ側しか開いてなかった。うん、だからシャワーで、シャワー下った後戻ってきてはないと思う。宿舎がオラタケ、うん、トータスで湧いてて、オラフ君が金庫に行って、うん、僕とトータスさんがあの、うん、ミーティング行ったんだけど、うん、サボが起こったんで、トータスさんが降りて行って、僕も一回降りようとしたんだけど、治ったんで登ってボタンっていう感じ。オラフ君的にそれ合ってる？合ってますね。うん。まあ一回上がったところだけ見て僕、あ、じゃあ右に行って僕金庫で左行ってタスクして、最後昇降機でヌーンで右行ってネロちゃん。あ、ヌーン乗ったんオラフ君か。はい。じゃああれ。ああ。音は聞いてる。まあどっちみち来たなキレスか。で、じゃあ竹オラトータスネロまで白出るでいい？あ、無理っす。じゃあもうこのキープは。はい。この村は竹オラトータスネロで7個さんは減算して無理でしょ。そうですね、バイタルでお会いしておりました。ちょっとシェリフです。でアルマは今回俺視点で弾けますってなると誰減算しか、まあ減ミヤしか残んないの。でも減って初手キルは少なくとも無理でしょ。で今のキルも今のキルは、まあ、減算しか死人出してないし、僕はエンジン武器庫キッチンって言って見てないから、まあ、一応最後に石のアップロードのところに誰かが入ってきたのは見えてるから、まあ、うん、私的にもキンキンだと思うから。あ、キンキンです。あ、キンキンだったらごめんごめん、キンキンだったら原産無理だわ。じゃあだったら俺してみる。アルマも俺で無理じゃない。紙切るだね藤宮だったら。マジでこれ、まあボタン押しに行きます。僕の左斜め上でしか切るできない。そうそう、限定的すぎない。うん、しかも慎太郎がキッチン脇で石油にずっと30秒間いることになっちゃうから。これはどうなんですかね。ラインってことですかね。はい、ラインを考えた。うん。一応初手も含めて考えたいんですが、初手キルできそうなのが、竹雄、まあ情報出してる竹雄さん、シャワーにいるオラフ君、で俺もまあ一応貨物で浮いちゃってるで、基本この3択でいいんでしたっけ。はい、そうだね。そうだったはず。うん、で2キル目が、ミーティング組のオラだけネロ。トータス。トータス。俺はミーティングには行ってなくて、証拠右で停電直したのをオラフ君に見てもらってる。うん。うんうん、届かないと。なるほど。太田さんってどこまで行けてんの？俺降りてそのまま金庫ぐらいまでしか行けてないです。うん、一応太田さんはエンジンとかだったら切れる、まあ、エンジンとか宿舎とかやったら 切れるって言われたらまあ、うん、そうですね。まあそう、2キロ目に関しては俺してアルマが無理なので、まあラインがある、7個弦か、まあその太田さんが切れた可能性。太田さん弾けないんですね。弾けない。なんか俺ボタン押しちゃってたから取れてるのかと思った。オラフ君の音は聞いてるけど、音聞いてるだけですね。で、初手キルに関しても、オラフ君がシャワーにいるなら、まあ、僕が弁当使う場合、まあ、オラフ君をスルーした上で、てか、エレキが主体想定で、まあ、エレキ側が、まあ、てか、貨物下が閉まってることをナナコさん確認してくれてるなら、まあ、より難しくないかなって思うんですが。停電直った後、ネロちゃんは上上がった。はい。あ、上上がってるんやったら、そこでオラフ君が来てるはないんだ。じゃあオラフ君も大丈夫だと思ったら、まあ、まあ、そう一応多分3択だと思うんで、ここ釣りは、ね、から飲めない。アルマから絶対資料なんですか。いや多分アルマからギリ出せないけど、キンキンであれば
まあ、あのね、僕がアップロードをセキュレしてるときに最後に誰かが入ってきたのを見えてるから、キンキンだった場合はセキュの中で僕がアップロードしているにもかかわらず殺してる。ミヤちゃん視点はだから7件かトータスさんしかないんでしょ。そうですね、2キル目に関しては。で1キル目はまあオラタケどっちかなって感じ。トータスさんって直した実績ありましたっけ、うん、まだない。直そうと思って降りたらあのリフト動いてたからしゃあないって言って、うん、しに行ったって感じ。うん、おはようございます、うん、おはようございます、うん、まあまあ、スキップしましょう。こう藤宮さんっぽく見えちゃうな、私視点だけだけど。そう思うが。でも、キルイめっちゃ限定的なの。ライン的に言うと現7は。さっき藤宮さん、慎太郎さんはキッチンとか左の方で時間を潰してから最後席に来たパターン全然あると思います。席でずっといたんではなくてね。ここはちょっと、やらんとまずいね。アーカイブ発見です。アーカイブ？はい。え、アーカイブ？一応シャワーでオラフ君とすれ違った後に、まあ一応もうタオルタスクのところから光る位置。アーカイブの下側です。俺今アーカイブから何時に入ったか。アーカイブに最初おったんがアルマ君と工藤さん。アルクドももう三人ですね。あ、そう。アーカイブの方へ向かってたのは多分オラフ。あ、ぐらいまで行ってる。ネロちゃんはないと。ネロちゃんは直したんないですか？はい。一番右、一番左の順番で最後。はい。え、そうだったっけ？ごめん、覚えてないわ。勝ちなかった。トータさんどこにいます？一番左。え、俺、はい、俺今、エンジン左ぐらいで。合ってる。最後。うん、タキオさん。でも僕の対抗位置ってオラフ君かトータスさんになると思ってるので、まあ、そのどちらかですね、対抗。まあ、基本シャワーにオラフ君いたから、まあ、オラフ君かな。その原産キルはオラフ君だと思います。ただまあ桃竹もちょっと怖いですけど。いや桃竹は、まあ、トータスさんは多分ないと思うんだよな俺目線で。ここに来たってるんだろうさ、ないよね、うん、今一番最後にエンジンの左側で扉開けたトータスさんと出会った、うん、その持ってる、原産のキルに関われそうなのが、うん、オラフ君だけ藤宮目線。あ、俺はメインからシャワー入った時にシャワーメイン間の扉でオラフ君とすれ違ってそのままアーカイブ入る時に発見。僕はちょっとごめんなさい、停電中だったから見えなかった。いや、停電はね、開けてたね。いや、どうしようかな。俺目線は停電中に入っていくオラフ君は見てる。あ、そうっすよね。初手も含めて考えてほしいんですが、まあ、扉情報も当ててるし、シャワーにオラフ君行ってっていう状況で、初手はね、藤宮めっちゃむずいと思う。カモスバイタルのドアが閉まってるんだったら、いや、もう何も言えないですね。ごめんなさい。トータさん目線で俺弾けますよね。ネロちゃんは弾ける多分。よっぽどのことせんと無理じゃないかな。ご飯時間欲しくて、あの、さ、あ、ごめん、何も言えんわ。うん、竹尾さんとトータさんがミーティングいたたんで、僕とネロちゃんで白取り合ったんで、2キル目は無理だよね、僕、まあ、僕から釣る場合は藤原のラインを通しっすね。それで、アルマックス、オラフ君に投票させてください。オッケーです。ごめんなさい。何も言えん。このターン、多分、クドマルさんから白が。あ、アルマさん、超厳しい。あ、クドさん、藤原君切ってくれません？そんたら多分3人が残ってたら負けだ。まあ、自爆しちゃうけど、まあ、いや、そっちの方がいい。3人が残って PP の方が怖い。味方いなさすぎる。いけるかこれ。僕が無理して切らなくてもいいんだけど、僕が切れたら最高だよねっていう感じか。これでどうだ。
だよな。いや。PP なの？EP だよね。僕ないだってこの。PP だよね。俺昇降機右でリアクター直してたけど。俺今キッチン脇で必死に向かってる最中。オラックに味方がいなさすぎると思うんだよな、俺。駆動3投票かな。まあ、俺はスキップします。大丈夫だよね、ネロちゃん。ネロちゃんなん、クソ。ネロちゃんか。え、ソータさんどこ入れました？え、駆動さん。駆動さんに入れる。駆動さんに入れて。駆動さんに入れればいいんすかね。え、どうやってんのこれ。ちょっと俺分かってないから。全然違うし。トータさんマットの。マットです。え、トータさんがマットはい。ハラハラしたわ。どこで来たの？無事なのか。え、ミーティングで死んだろか。はい。うん、やったー。やったー。ついぞ藤宮君と繋がれやんかったけど、竹尾さんとは完璧に繋がれ。あー、なるほどね。今日勝ったね、人外。そうだよ、初日。私は藤宮無理だよな。僕が切ってるね。うん。先ほどさん、弁当でしょ、あれ。そうだよ。もうさぁ。弁当か。いや、でも、抜けたんかなぐらい考えてたら、消しに来られた。